はい、抵抗加藤京です。約6分かけてゆっくり上がるんだって。すごいね。ちょっと上から見てみようか。寒い？大丈夫。ギリ間に合ったな。そう、1時間上がりっぱなし。そう、だから通行可能時間とそうでない時間が。ああ、間に合った、よかった。早く間に合わねえとこだった。
ライダーさんもやっぱり見に来ますね。うん。すごいな。こうやって見るとすごいな本当に。へーって感じだよね。うん。本当へーって感じ。すごいわ。写真撮る？別の場所から撮った方が良さそうならそれでもいいよ。いいよ縦で。うん。あ。ああいいんじゃない別に。あなた入んないの？あそう。すげえな。うん。そのアングルも必要だと思う。で、この港自体が土佐藩が掘ったっていうんでしょ。ああ向こうになるのか言ったら掘ったのは。うん。どっからがいいだろうねアングル的に。光が入るから太陽を隠した方がいいね。この辺から撮るのがいいのかもしれないね。テンション上がるよね。ライダーさんの気持ちよくわかる。なんだね、何？蒸気通行可能時間には操作時間が含まれています。緊急時には可動橋を開橋し車両の通行ができない場合があります。すごいなこれ。すごいね、逆光が光をこう手で遮ってみる。めっはーで通りたい人はこっち迂回してねってことでしょ。うん。走ってみたい気もするよね。まあただ渡るだけなんだけど普通の橋を言ったら。いやギリギリ間に合った。間に合わねえんじゃねえかと実はハラハラしてるんですよ。いや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 。皆さんでかいバイク乗ってますな。駐車場の利用時間は6時半から6時半、あ、6時までか。いや、すげえな。
すげえ、すげえすげえ、すげえ。はあ。へえ。ここがその土佐藩が掘った、うん、手で結ぶって書いて手以降。すげえ。で今船通れますよって信号がついてんだね。すげえ。すげえ。こっちは普通に降りるとこか。じいちゃん、じいちゃん二度見してたぜナンバー。二度見してた。おーっと。ていこう。長宗壁地検帳に多くの水主の居住が記され読めねえ。夏の暴漏を防ぐことができる土佐湾屈指の良港であり。はあ、石積みが王子を忍ばせる。はあ、へえ。いやすげえな。なんかこうやって見ると、うん、近代と現代の融合みたいな。近代と現代違う。昔の遺構と、取ろうか。さあ行きましょうか。うん、なんかすごい中みたいな、こうやって見るとこう石仏とこの橋の兼ね合いというか。いや間に合ってよかった。危なかった。もう一回ちょっと道路の方で。ああここにもなんか使用証言が書いてあるな。船舶航行可能、兵車両通行可能。ああもう結構前からあるんだね。竣工が2002年だから多分完成はもうちょっと先なんだろうけど。あ、これすごいね。よし、じゃあ行こうか。うん。